はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。サブチャンネルのドラクエウォーク、今回もやっていこうと思います。今回はですね、イズライールの心 S が4つ揃うことになりましたので、これまでイズライールをどれだけ倒してきたのかということと、あとそれぞれのね、心、ドロップ、ね、S、A、B、C、D、どれだけゲットしてきたのかというのをですね、報告しようと思います。はい、まずですね、これモンスター図鑑なんですけれど、はい、イズライールは128匹、倒してきたということになります。で、まあ、私、心のグレードアップ、イズライールの心については、グレードアップ一切しておりませんので、討伐数128に対して、持ってる心、イズライールの心は128個になります。はい。で、今ですね、出ているのが、イズライールの心になりまして、S が1個、A が4つ、そして B がですね、16個になるかと思います。で、C とまあ D がね、たくさんあります。はい。こんな感じでね、C と D がたくさんあるということなんですけれど、はい、合計、イズライールの心だけでですね、128個あるということになります。はい。で、その内訳をですね、S、A、B、C、D、どうなるのかというとですね、はい、こうなります。出ます。こちらですね、はい。S が1、A が4、B が16、C が37、で、D が70、合計128、で、討伐数は128という形になりました。まあ、当然といえば当然ですけど、まあ、ランクの低いものほど出やすい。D が一番出やすいということになりました。はい。まあ、半分以上が D だったという結果となりましたが、まあ、とりあえずね、こんな感じになります。で、まあ、これね、イズライールの S はですね、A が4つで、ですね、S にグレードアップできるんですね。あと、B が4つで、A にグレードアップできるということはですね、A が4つあるんですけれど、これで S が1つできます。で、B が16個あるんですけど、B は4つで A になると。で、B が16個あるということは、A が4つできるということでですね、この B の16だけでも S が1つできるということになります。あとね、C の37なんですけれど、B と C はですね、それぞれ、C が3つで B が、できるということで、結局ですね、C が48個あれば S になるんですけれど、まあ D がね、70個あるので、もうそれ自体はね、もう余裕でクリアできるということで、まあ4つ目の S もできるということになります。はい。というわけで、ちょっとですね、ここで A の方をですね、S にグレードアップしていこうと思います。はい。というわけで、はい。今ね、グレードアップしているんですけど、ちょっと画面の方がね、少し遅れてるみたいですね。はい。まあ、ちょっと、今ね、グレードアップ完了したところなんですけれど、はい。心見ていきますと、コストが114で、最大 HP が110とね、結構高めに出ております。まあ、あとね、紫の心なんですけど、一応力が56で、攻撃魔力が92ということで、まあ、力もね、そこそこ紫の心にしてはあってですね、コーマ複合の攻撃をするようなスキル、武器とかではですね、有効になってくるんじゃないかなと思います。はい。で、特殊効果なんですけれど、ヒャゴド属性ダメージプラス15、メラ属性ダメージプラス15あたりがですね、強力だなと思いますし、あとエレメント系特攻もプラス 10% をつくということで、まあ、このあたりもね、非常に優れた、まあ、使いようによってはね、すごく強力なダメージが出るんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、今回ね、こんな感じの、心の、なんつうのかな、それぞれのグレードの心の、まあ、配分となりました。一応ですね、まあ、この後ですね、一つ一つ、まあ、地道にですね、グレードアップしていって、S4 つ揃えていこうと思います。まあ、私、心の枠がですね、1600最大
ね、心持てるんですけど、今の時点で1573ということで、少しずつね、ちょっと心の整理の方も、まあしていかないといけないので、このイスラエルだけでね、100以上ありますので、まあちょっとこの機会に、心の枠をですね、まあ増やすために整理をしていこうと思います。ということで、はい、まあ今回はですね、まあ、皆さんのね、参考になるかどうかっていうのはちょっと微妙かもしれませんけれど、はい、イスラエルの心 S4 つ揃いましたので、まあ、それぞれのね、SABCD の心、どれだけ、ゲットしたのかということをですね、お伝えさせてもらいました。というわけで以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。はい、また次の動画でお会いしましょう。はい、どうもありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。はい、どうもありがとうございました。